なぜ IPU では毎年多くの公務員合格者が出るのでしょうか。まあ、その一つの理由は理事会という、採用試験合格に向けてみんなで勉強する存在が大きいと思います。そこでは多くの学生が、なんとなくではなくって将来警察官になりたい、消防士になりたい、市役所に行きたいと明確な目標を持って勉強に取り組んで、くれるからです。一般的に公務員の採用試験というのは大学の中でも対策講座はあったりしますが、そこでは単純に勉強だけをする対策講座が多いんですけど、IPU では採用試験のための勉強だけではなくて日常生活の指導から、それから採用試験には面接試験とか、それから集団討論とか、さまざまな種類の試験があります。そういうところまで一貫して対策をしているからというのが一番大きな理由ではないかと思います。私はこういう面接とか人の前で話すことが苦手だったので、面接練習や集団討論の練習を何回もしてくださったので、それがすごくためになりました。やっぱ部活動とやっぱ勉強っていうのは最初の頃は両立ってなかなかバランスが分からなくて苦しんだ時期もあったと思いますけど、周りを見ながらとか、また同じ理事会での仲間からこうした方がいい、ああした方がいいっていうアドバイスをやっぱ素直に受け入れて、それをやっぱりすぐ実行に移してたっていう部分がすごい片山さんを見てて印象に残ってます。初めの方は部活が終わってから勉強しに校舎、上の校舎に上がるっていうのはすごい難しかったんですけど、一番大切だなって思ったことは、まず習慣づけることが大切だと思いました。勉強にしても、部活動にしても何するにしても習慣がつかないと絶対毎日継続することはできないので、毎日継続してすることがすごく大切だなと思います。毎日平日でも休みの日でも朝早くから遅くまで理事会の先生たちはいつも私たちのために指導してくださって、支援室に先生方がいることが自分にとってもすごい力になったし、本当に感謝しています。大学生になってやっぱり卒業する前には就職活動っていうのがあるんですけど、やっぱり卒業の時に自分がなりたいと思って頑張ってきた職業にはついてほしいなっていう思いが、私たちこういう仕事をしているものにはそこが一番やっぱ大事なんですね。ガッタってなった時のみんなの顔を見るっていうのがこの仕事をしてて一番嬉しいことなので、それが毎日頑張れる原動力かなと思ってます。この約2年間ぐらい公務員目指してきてすごくお世話になりました。これからも元気で後輩たちの公務員試験を見守っていってください。ありがとうございました。10年後20年後の片山さんがどんな警察官になっているかっていうのを楽しみにして私も頑張っていきます。